ラケベさん、はい、おめでとうございます。急に来たね、急に。急に来ます。ありがとうございます。おめでとうございます。ご苦労様で、はい、ありがとうございます。嬉しいですね、本当に。いやいや、まあね、よかったね。何年ぶりですか？3年ぶりに全日本に行きます。3年もじゃあこらえて。まあだから間2年通話間ってことだね。ああ、うん。まあ一応仕組みをお話ししとくと、ティーチングプロ選手権っていうのがあって、でそのティーチングプロのカテゴリーを持ってる人は出れる試合。でこれね、あのトーナメントプレイヤーもいるの。ああ、ツアーとかじゃなくて、うん、トーナメントプレイヤーっていう、その要するにあの俺たちのティーチングプロっていうのは、スコアももちろんなんだけど、勉強して、で、まあ、PGA のその理論を自分たちで中に入れてっていう講習を受けなきゃいけないよね。あ、でその講習を受けて、プロ認定してもらってるのがティーチングプロっていうカテゴリーになるんだけど、はい、普通のプロテストも通ってるし、ティーチング持ってるっていうプロもいるの。あ、はい、だからティーチングさえ持ってれば、あの要するにトーナメントプレイヤーでも出れる試合なのね。で大体、まあ、ティーチングプロ選手権っていうと、まあ、全日本の決勝行くと大体その TP 持ってる、トーナメントプレイヤー持ってる人が勝つことが多いんだけど、まあ、そのなぜそこにみんな出てくるかというとですね、これ優勝すると日本プロゴルフ選手権翌年のねに出れるということなんですよ。夢があるでしょ。ありますね、うん、じゃあ今回は、次回はもう決勝に行くってことで、 そこに勝てば全日本に行くってことですか。そう、まあ、もうちょっと言うとね、その選手権は一次予選からの、あ、はい、で1次2次って通って全日本なのね。あ、で1次、まあね、あの簡単に言うと地区予選、地区決勝、全日本みたいな、そういうことなんだけど、ね、1次予選はものすごい数やって、で講習会もあるのよ、ルール講習。そうなんです。そう、一次予選が終わったタイミングで、まあ、2班ぐらい分けて、あの講習会を受ける。でそういうのを受け、1年に一遍講習受けてますよっていうのがないと、その試合にも出れないし、資格は維持されるかもしれないけど、まあ、あんまり制約できちゃうね。だからみんな一次予選なんとなく出てくる。で一次予選に出て、でその資格で上位何人が2次っていう風になるのね。の昨日、まあ、まさにこれすみません、昨日なんですけど、終わったの、ね、はい、が、二次予選、まあ、関東 B 会場ですかね、 C か、 C 会場、まあまあ、C 会場ね。で、サンパーク明けのあれなんだっけ、まあ、その前レイクウッドだ、レイクウッドカントリークラブ、サンパーク明けのコースって、ニラサキね、涼しいんですよ。難しいコースなんですか？コースレイアウト自体はそんなに難しくない。あ、ただもう今回ですね、うちの子、クリーンキーパーの方がね言ってたっていうのをちょっとまた聞きしたんですけど、あんまりコースがね、難しくないから、ちゃんとあのグリーンはしっかり仕上げましたって言って、本当にね、もう素晴らしかったですよ、はい、止まんない5番アイアンじゃ俺じゃ張り切ったんですね。張り切ったグリーンの仕上げ方、まあ張り切ってた、張り切ったのか、いやいや、でもそのぐらいやっぱレイクウッド、ね、関連のコースですから、やっぱそのぐらいキュッてやるとね、うん、すぐ締まるレーティングが作れるんじゃないかなと思うけど、まあね、そこに加えてですね、この PGA が競技員やるんですけどね、方がね、ピンポジションは PGA が決めるらしいんですよ。ああ、そうなんですね。もうね、練習してて、指定練習日、皆さんもよく知ってる菅原大地君と、はい、あと UST マミヤってところのね、ツアー担当の平井さんと一緒に回ったんだけど、みんなこう回って、あそこ切らないっすよねみたいな、いやあそこだって切られたらボール止まんないじゃん、そうですねってとこにピンがありました見事に。いや本当ですよ。で、ええあれここみたいな、見てて、ピンプレスってもらうのね、はい、でピンポジションが書いてあるやつをもらうんだけど、見た時に、あれ18番やばくないこれっつって、あれ9番あれ池の奥のとこえみたいななってて、みんな、でもうグリーン早いでしょ。で普段からほら、俺たちはツアープレイヤーじゃないから、そういう素晴らしいとこで回ってないわけですよ。だからもうみんなもううわーうわーってビビりながら回ってて、大変でしたよね。でも今回キーピーさんは Cブロックっていうんですか、うん、まあそうだね、にいて、まあ、スコア表見たんですけど、うん、A と B ブロックとか、うんうんうん、
C ブロックだけめちゃくちゃスコアがやばかったんですよ、うん、ハイスコアでしょ。ハイスコアです、ね、うん、まあ、それがさっき言ってたそのコースはそんなに難しくないと、まあ、あのおっしゃってたねお話なんだけど、打ちどころは割と広いんですよ。うーん、で高低差はまああるけど、あの辺のコースの中ではそんなない方なのかな。で標高が少し高くて、でボールがちょっとやっぱ飛ぶの。だからティーショットも球が飛ぶし、ツーオンできるホールも何個かあるし、変な話飛ぶやつだったらワンオンするのホールもちょっとあったりするようなレーティングなのね。だからグリーンがちゃんとこなせてれば絶対ハイスコアになる。でも去年は同じ場所を挑戦して、うん、そうでしたね、はい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 、でしたね去年はだから、いくつだ6か7、どっちかだ、うん、だと思って、全然もうなんかそれこそその時はもうちょっとグリーンがちょっともう気持ち重くて、ピンポジションもそんなに、まあ、振ってたけどそんなでもなかったかなっていうところでやったんで、去年は3オーバーまでのカウントバックだったよね。うーん、で今年はやっぱ少し出て、今年は4オーバーのカウントバックまで、まあ1打ね、あの落ちた形になったんだけど、まあね、しんどかった、しんどかったっすよね。でもすごいですね、今回45位でしたよね。でした、はい、あ、そうですか。僕が見た時45位ぐらいでした、はい、ええ、で多分カットラインが50位なんです。そう、50位まで、52人だからね、52人ってことですかね。いや、その50人のその下の人たちのスコア見ましたけど、50位の方とあまり変わらないスコアで、うん、悔しいだろうな。いや、そうだね、まあ、それはカウントバックっていう方式でね、最終日のスコアがまずいい方、これが優先で、その次あの、インコースのハーフかな、でアウトコースのハーフ行って、最終的には18番からのずっとスコアを引きずってって、まあ、決めていくんだけど、まあね、本当はこの合格ラインに入ってるからね、かわいそうはかわいそうなんだけども、もともとまあ提示してあってね、決まってることだから、まあ俺がでもね、カウントバックで落ちたら文句言ってますよ絶対文句言ってんかいでもなんかお気持ちわかるよね、かわいそうかなと思うけど、まあそういう競技だからね、今この今回から始まったわけではやっぱないから、まあそこはやっぱ受け入れなきゃしょうがないのかな。まあでも PGA とかツアー選手も同じ環境ですもんね。そうだね、2日間の試合の中でカットライン、あ、3日間の試合でカットラインが出るんですか。いや2日、2日ですよね、うん、2日でカットラインが出て3日4日、そうだね、うん、まあそういうことだね。去年のと、うん、比べて今回スコアがまあ3アンダー減った形になるんですけど、3打ぐらいは、4打ぐらい調整しちゃったけど、はい、は減らすことができた、はいはいはい、ですけど、何がやっぱりその要因でした、うん、そんなに考える、いや正直ねあ、まあそうでもないかな、難しいな、その質問。本当ですか、うん、難しい。絶対聞かれないですか。いや、去年でもこのぐらいはできたはずなの。全然内容大したことないから、本当にマジで。よくお前2日で3オーバーで回ってきたねっていう内容だから。あ、うん、まあ自信持って3オーバーじゃないです、全然。もう、あれ、笑いあり涙ありですよ、本当に。報復絶当の珍プレー続出な。だって、ロングホールでさ、極めつきそうで、このホール飛んだしちゃってってロングホールでティーショットパーンナイスショットして、よしこれ2オンだと思って、かませばエッジまで絶対行くかなと思って、次 セカンドパーンって打ったの、そしたらちょっとふかしてバンカーの手前行ったの、なんだフックすりゃ向こうまで行ったのになと思って、そっからですよ、50ヤードふさー手前のバンカーボーン入って、あーっつってでもバンカー得意だから、バンカー得意だから任せましたって言ったら、ボソッて出ただけ。おいで、そうだよ、バーディー、もう何セカンド打ってまではバーディーチャンスなのにさ、もう全然普通になんかやべえダボになるみたいなさもうお手玉しちゃったよ怪我までして、本当で、あ、怪我し、そう、怪我ね、うん、怪我、うん、怪我というか、まあそうだね、限界超えちゃったね限界を超えたんです、なんかでも嬉しかった。あ、でもね、要因があるとすれば、あのね、前の林家太平さんの番組の時に、矢野さんっていう、まあ、今阪神が昨日ちょっと優勝したばっかですけど、そうですね、めっちゃ盛り上がってますからね、
阪神の監督の元監督の矢野さんとご一緒した時に、矢野さんは競技やるとかね、あの若いやつに必ずこれは野球の時言うんだけどっていう言葉で、少しの緊張、楽しむ、強気っていう3つが大事だって言って、俺何が一番足んないって、多分強気が一番足んないなと思って、なんか強い気持ちで言おうと思ったの。それが良かったかもね。だからなんかちょっとボギー言って、はあ、どうしようどうしようってなるんじゃなくて、よしこんなだったら次バーディー取ってやる、見てろって思ってたところがちょっとあって、実際それでバーディー取れたから、そういうその言葉をいろいろ知ってたことかな、それは大きいかな。技術的にはもうあんま変わんないっすよ。だってもう50前だもん。変わんないでしょもう。まあでも50手前の手前であれだけの若い選手たちと肩並べて戦うっていうのはなかなかできないです。そうだね。まあうちの組の人でも、まあでも40歳ぐらいが多かったのかな、子たちでもやっぱティーショットで俺飛ぶし、まあ練習場の中で打ってて、まあ、ティーチングのカテゴリーだからものすごく若いやつって珍しい、20代とかって本当珍しいんだけど、そいつ見てるとやっぱり球いくし、で最近ね、なんかティーチングカテゴリーを取る人が増えてきてて、でなんでかっていうと、例えば前年かな、前年優勝した人が、ちょっとごめんこれ本当間違ってたら申し訳ないんだけど、人づてに聞いた話なんであれだけど、まあ有名な大学で、ゴルフ部で入ってたんだけど、その同級生たちがもうすごいやつばっかりで、これは俺はもうツアープロ無理だと思ってティーチングに最初から舵切ったっていう、もうそういうやつバリバリのやつ入ってくるからようになったのね最近ね。だからレベルはもう全然上がってる。俺2007年の時にね一回3位になってるんですよ。あ、そうなの。ティーチングプロ選手権ね。でその3位になった時の今の層と時の層と今の層がもう全然違う。もうみんなお手玉してたもん、あーってやってたけど、もうお手玉なんかしてたら今もう絶対勝てないから、普通になんとなくなんだろう、プロっぽくプレーできてれば優勝できてたような感じだったけど、もう今は違うね。まあそういう若い選手たちとプレーしてる中で、でもなんか得るものって多いじゃないですか。そうだね。でも得るものが多いというよりも若えなーって感じ。こう、なんかもうミスするなんてもう全然思ってねえなこれみたいな。よくさ、年取るとさ保守的になるって言うじゃない、何においても。まあ政治家なんか特に本当そうだけどさ、まあ政治家は保守でいいのか分かんないけど、まあ分かる気持ちが、やっぱりねミスするイメージが出ちゃうんだよね。いやしてきたことが、ゴルフって俺ミスのスポーツだから、そうですね、そう、もうほぼほぼ入るまで、入る以外は全部ミスなわけじゃない。ってなったらさ、ミスしてるその自分のイメージが出ると、そこに悪いイメージが出るから、やっぱりね若い頃の方がスコア出るのは分かるよ。失敗も、まあ成功も少ないけど失敗も少ないから、まあ経験的にね、それはやっぱあるから、やっぱシニアってカテゴリーがあるスポーツなんだってのはよく分かるよね。まあでも今年がレギュラー最後だね。多分ちょっとね、ちょっとまだ分かんないんですよ。それカテゴリー聞いたらまだ分かんなくて。あ、そうなんですか。僕誕生日9月28日なんですよ。ああ、そういうことですね。で、9月28日だと、ティーチングプロ選手権の、シニアか。ティーチング、なんて言うんだろう。ティーチングプロシニア選手権かな。そのシニア選手権がやるのも、ティーチングプロ選手権と同時期なのね。ってことは10月にやるわけだ。だからその決勝の時に50歳ならいいんだったら来年出れる。だけどもう50歳から予選も出なきゃダメっていうんだったら出れない。また来年レギュラーになる。なるほど。そう。でも確認したら来年シニアの予選会は出れます。あ、そうなんですか。ツアーの方の、それはもう本当は今年から出れたんだって。あ、そうなんですね。出れたんだけど、まあまあちょっと、まあ、見たら日程的に難しかったんでしょうがないかなと思ったんだけど、もう来年は絶対出ます。お、シニアツアー。シニアツアーの予選に出れるので。PGA の。PGA の。PGA ツアーの。いや、PGA そうだよ。どういうこと？いや、海外に行く。海外はごめん、ちょっと分かんないな。国内ツアーですか？国内ツアー。あ、
ごめんなさい、僕 PGA ツアーっていうと、あ、失礼しました、まあ、でも海外になっちゃうんで、でもマジでそっちもちょっと行こうと思ってる。あ、うん、あとヨーロッパもあるんでしょ。ありますね。まあタイもあるっていうから、リアザルテ番組でやりましたからね、はい、全部出ようかなと。あ、そうですか、うん、出れるならね。おお、じゃあもう皆さんにそういうコンテンツが、キュービーさんがお届けできるという、まあ、そうだねまあ結果は別にしてねでも勝てば賞金がもらえるってことですよね、このツアーで。そうだね、うん、あの次回のティーチプロ選手権はもう賞金出ますから。あ、はい、ちなみに賞金額って言えるんですか。優勝100万円じゃない。あ、トータルで600万ぐらいあるんじゃないかな。あ、そうなんですね、うんうん、結構出ますね。出るよ、うん、割と。あ、そうなんですか。まあ、兵庫まで行きますから。新宝塚っていうね、ゴルフ場なんですけど、はい、もうぜひ番組でついていきたいなと思って。あ、来んのあれ、いやいやいやいいけど、指定練習日おいでよ。あ、指定練習日、指定練習日、菅原大地君ともあるから。あ、またですか。そう、大地君と昨日やり取りしてて、大地君さすがだねなんて、まあ、またよかったら指定練一緒に回ろうよって言ったら、あ、じゃあ僕予約取ってきますって言ったから。早いですね。いいやつなんですよ。すごいですね。いい男で行動力、しかもいいやつなんですよ。かー、悔しいね若いんですよ。かー若いって言っても俺と同い年ですから、ね、そうか、いや若いよ、あなた。おわって、もう本当、もう本当、やだね、もう毎回俺って50だよ、もうな、もうな、うん、あ、でも指定練習日はその練習する人たちは決められるってことですね。そう、行かないやつもいるから、指定練習日。あ、そう、行かない人たちと行ってる人たちの差ってあるんですか。まあ仕事じゃないあ、そこですか、うん、だってさ、俺たちほらね、でこうプレイするのが仕事じゃ、まあ本来ないじゃない、うん、だから、まあ、仕事がその日入っちゃってると、まあでも逆に言えばその前週に来てるとかさ。で俺逆に前乗りで行けなさそうなのよ。もうね、これはもうちょっと死活問題の話なんだけど、土日に休み俺が取れば行けるの。何が言ってることですか。いや、レッスンですよ。あ、レッスンだから どうしようかなとか、今、あ、レッスンって言いましたね、今。だから、仕事だっつて、それが俺の。忘れちゃうんですよね。仕事ですよ。なんか、収録があると言ったら、ああ、そうなんですね。大変ですね、収録が全然あるなんて。違います。私はもう、ティーチングプロですから、お忘れだと思いますけど。はい。お願いしますよ。あ、レッスン、ね、はい。ちょこちょこレッスンやってますよね、最近。ちょこちょこじゃ、まあまあやってますよ、本当に。そうなの。だから、ちょっと行けるかどうかわかんない。でも新宝塚ね、一回回ったことあるんだけど、そんなに悪いイメージなかったんだよな。そう言ってる、言って、うん、去年と一昨年の結果があると思うんで。まあそうだね。そこはちゃんと、うん、そうだね、挑んでいただかないと。ですね。賞金のために。はいはい。でもちょっと一回どっかで行きたいなと思ってるんで、まあ日帰りもできるから、新宝塚ならね、多分できます。あ、じゃあ運転していくんですか。運転、いや厳しくない電車で行かしてよ、そこは6時間で行けますよいやちょっとそれは厳しいけど6時間か、でも言ったらそうだね、自動運転使えば、まあそうだね、そうなっちゃうけどまあまあ、はい、ちょっとまあ頑張りますよ、いずれにしろね。あ、うん、まあ、ちょっと行ってなんとか見てきて、で指定練望めれば一番よ、それはいいから。新宝塚ってどんなコースなんですか。あのね、まず特徴はめちゃくちゃ世界一だったかな、日本一だったかちょっと忘れちゃったけどの、パッティングインがあります。どういうことですか。広いの、すんごい広いの。そんなに広いんですか、うん、普段平均のパッティングリーンってどれくらいなんですか。だから大体ほら、普通のグリーンと同じぐらいの大きさじゃない、まあ、もうちょっとちっちゃい場合の方が多いのかな。だから奥30ヤード、30ヤードぐらいじゃないの、まあ、もうちょっと広いかな、そのぐらいが一番一般的だと思うけど、新宝塚多分ね100ヤードぐらいあるんじゃないかな。 PGA もっとか、なんか海外のなんかマスターズとかそういう見るようなデカさってことですか。そういやいやいやマスターズの多分練習グリーンも多分大きいんだろうけど、そうものすごいでかい、有名なのよ、うん、広くてっていうのが特徴で、割とティーショットが狭めで難しい印象かな。そうなんですか、うん、去年出たやつに聞いたら、あそこも相当グリーン締めますから気をつけてくださいねって言われたんだけどね、どうしよう。毎年同じ場所なんですか。危険する。いやいや危険しちゃダメだ。あ、ダメ。いやいや出るのは出てる。そうだね、確かにそうだね、うん、だってあ今回じゃあその決勝は3日間ですか、4日間ですか。2日間2日間、うん、そうなんですか、はい、2日間でカットラインは。カットない。あ、
そうなんですね。ないないない、うん、ただあのねちょっと今年やるか分かんないんだけど毎年多分配信やってるんだよね。ウェブ配信かな、NGA かなんかのホームページで見れるやつだと思ったけど、あ YouTube かなちょっと忘れちゃったけど、それが中継流すのはアウトスターとかやっぱ流すわけですよ、上位者だから。あ、はい、だから半分以上に入ってると、2日目に流す私の姿が皆さん見れる可能性がある。でも普通に回ってれば出ますよね。はい、いやいやだからあのアウトしか流さないのよ。あスタートしていく間はインのやつらなんかも流さないんですよ。裏街道だろお前らって話で。あそういうことですか、はい、あアウトコースだけアウトホールだけ全部流す。ずっとこうなんかインタビューみたいなのもちょっとあったりとかして、もうインタビューやりたいよね。もう俺インタビューなの任せて、逆に俺がインタビューしてあげる。目立ちたいだけですね。そう。なんつうの、そうだね。うん、否めない。うん、そうそうそう。なんだけど、そうだ せめてそっちで行きたいな。まあなんでいやそんな言い訳のこと言っちゃダメだね。まあ優勝目指して。いやもうぜひぜひ。うん、まあちょっといろいろ今回でも課題がすごい見えたから。どんな課題ですか。うん、まずパターアプローチをもうちょっとちゃんとしなきゃダメだな。今回ラズル使いましたよね。アイアン？ラズルダズルアイアン。うん、アイアン使いましたよ。あ、そうか、アプローチ関係ないか。アプローチは、ウェッジは、キャロウェイ。キャロウェイ。うん、キャロウェイのジョーズロー。ジョーズロー。うん。調子悪かったんですか？いや、あのね、ジョーズローが調子悪いっていうよりも、俺の調子がどうしようもない。あ、守りましたね。そうなの。さすが。いや、そうじゃない、そうじゃない。いや、本当にもう俺の問題で。あ、そうです。なんか道具が悪いとか、そんなこと言えるレベルじゃないぐらい、悪かったね。アプローチはでも、得意方じゃないですか。だと思ってたんだけどね、まあ、54度のアプローチはまあまあだったけど上げる方がもう全然ダメで、だ3ボギー前あの2日目の、まあ、初日パワープレーで2日目の最初のハーフをアウトコースで出たんだけど3オーバーはグリーン外したのが3ホールでアプローチ寄せ切らなくて3オーバーだからだったのよ。だからもうパターがね、まあ、課題とは言ったんだけど比較的良かったの。あパターが、うん、まあでもそれじゃないと耐えきれないですからね。そうだからそれだけにあれがバーディーパットだったらなって思うところが何個もあって、それがちょっと残念だったね。だからそこの課題取りこぼさない、ティーショットフルショットは、まあ、今回はもう9大点ですよ、よかったと思う。あのロングも2つ2オンしてるし、ティーショットは途中ちょっと怪しく左にこう来たけどそれはなく終わったし、あの修正できて終わったし、フェアウェイウッドがとにかく良かった。ああ今回これで助かった。フェアウェイウッドはパラダイム。パラダイムのトリプルダイヤモンド。トリプルダイヤモンド。うん、スプーンとクリークね。ああ、うん。スプーンで1回、クリークで1回は2オンした。2オンすごいですね。何ヤードで2オンですか？1つが550のとこ、あ、違う、530のとこと、もう1つが520ぐらいとか。あじゃあキューピーさんそれで2オンできるんですね。できたね。標高じゃない標高。普段見ないのにな、2オンできるんですね。超気合いですもん。みんななんかあの俺の姿を見て、なんか関さんゴルフ侍見てるみたいでしたけど。必死じゃないですか。そう。だから俺あんまやらないけど。11番ホールってのがあってドライバーを打つと セカンドがもう70とか80とかになるような短いミドルホールなのね。そこでピンポジ見たら19エッジから19入ってるって言ってて、で俺のメモ見たら2段グリーンになってて2段グリーンは20ヤードで2段グリーンになるって書いてあった。おいおいこれどっちだ下か上かピンが分かんねえと思って、うん、バー走ってってこれピン見て、ああ下だと思って戻ってたの。俺戻っちゃうんだよ。それは覚えてんだけど。で、それで打って、フェアウェイからパーンって打って、スピンかけて止めて、そこでバーディー取ったのね。その時に、その周りの人が、いや、あれはほんとマジ、もう絶対バーディー取ってやるっていう感じに見えましたって。いやいや、それがプロです。まあ、ツアープロではあんまり見ないですけどね、そういう。まあそうだね。キャディーにやらせますから。キャディーがいるからね。だから、いや、ほんとさ、まあ今回セルフプレーだったから。あそうなんですよ、うん、あの予選はね。あそう新宝塚は多分キャディーさんいると思うんだけど。あじゃあ、うん、そこでもキャディーって指定できるんですか？あできません。あできないんだ。うんだから帯同キャディーとかもしつけていいんだったらね、なんか面白いけどね。課長つけようかな。課長ね、でもまあ課長元プロだからね。そう元プロ選手のキャディーですから、
ただキャディバッグは軽いのにしてくれって言われると思ういやいや御社のものですからね。いやいやいや、いやこれの軽いのにしてくれ絶対言われると思います、ね、これが一番軽いじゃないですか。これ軽い、いやいやいや、だってあのあれもあるもん、スタンドもあるから。あ、スタンドね。スタンドして、まあ言うと思いますけど、まあまあちょっとできないんでね。あ、ぜひじゃあ日本プロゴルフ選手権出れたら、はい、あ、その後日本プロ優勝したらね。あ、優勝したらよ。日本プロは、まあ、日本でやりますけど、どこでやるかっていうのは決まってるんですか。いや来年だから見ると分かるかもしれないけど、ちょっとまだ分かんないな。あ、そうなんだ。スケジュール出てれば分かるけど、分かるかもだけど、うん、ちょっとまだそこは分からないけど。日本プロに出るには何位まで取らなきゃいけないんですか。だから優勝だけです。あ、優勝だけ。優勝だけ。これちょっと本当はカテゴリーおかしいんですよ。あの全米プロゴルフ選手権とかだと、あのいわゆるクラブプロだよね。クラブプロって言われてる人たちのカテゴリーもあって、そのクラブプロで優勝して 5位だったかな、5位ぐらいまで出れるんだよね。いや本来、まあそうですよね。でなんか日本、全米プロだったかちょっと忘れちゃったけど、ティーチングプロの人がなんかこの前上位だったよね、メジャーで。あ、そうなんですか。ちょっとそういう、その時には結構いろんなお客さんから連絡来て、もう関さんにもこういうになってほしいですみたいなこと言われたけど、はいはいはい、僕もそう思ってます。夢は語れるのは自由ですからね。はい、僕もそう思ってますよ。はい、ちょっと、バーディー欲しいからって気合い入れてうわーってやったら、禁断裂っぽくなってるやつじゃダメですけどね。こんなことじゃ、はい。1ヶ月後ですけど大丈夫なんですか。大丈夫な。いやクラブは触れ、多分もう痛いな。まあはい、大丈夫です。今回、セッティングがこれでいきましたけど、うん、次回まあ1ヶ月しかない中で時間がないじゃないですか。はいはい。変わるんですか。ちょっと変えようかなと思って。大丈夫なんですか。うん、あのね、5番アイアンが止まらなくて、あ、ピタッと止まらない。あの硬いとね止まらないのよ。あ、はい。ユーティリティに変えようかなって思ったり。あ、今この中ユーティ、いやいや1本入ってます。入ってるけど、そうそう、ユーティ2本にしようかなってちょっと今考えてるのと、パターをちょっとどうしようかなって今思ってます。はい、悩みは絶えませんね。絶えませんね。もうキリがないですね。はい、本当に。ドライバー変わるんですか。ドライバーはまあセッティングの時ちゃんと話しますけど、どうかな。ちょっと気になるドライバーも来たんでね。新作です。新作で。あ、ブリーストン。はいはい、そうですね。あれもちょっと打ってみて、まだ打ってないんで。でもあの試打会の時はめちゃくちゃ評価良かったですから。そう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 。本当かよ と思いながら聞いてました。いやいやいや、部長、あの日曜日のラウンドに使いますから。あ、はい、あ。日曜日って明日、明後日のラウンドはちょっと使いますから。使って良ければもうそのままなっちゃうかもしれない。でもね、オノフもいいんだよな。あ、オノフも新しいやつ。ちょっとまあ、あの、うん、いろいろ考えて。まあでも、そうだね、3年ぶりだし、若い子の中混じってやれるっていうのも楽しいし、もう楽しみしかないですよ、今回は。楽しんでる割には必死ですよ。いや、それ、いや、必死だから楽しいんじゃない。それもう中途半端じゃさ、なんかね、遊びでなんかふわっと回ってる、まあ、ゴルフも楽しいけど、なんかこう、一打、少しでもね、もう 0.5 ヤードでもみたいな、そういうゴルフが久しぶりになんかしようと思ったから。なんか、うん、やっぱりいい経験になりましたし、それが続いたのが嬉しいね、1ヶ月ね。まあ僕はもうキッビさんと一緒にお仕事させていただいて長いですけど、そうだね、毎回思うのは、はい、キッビさんは、楽しんでる方がスコアがいい、うん、起きたと思ってます。あ、いいですね。だから試合とかになると、うんうん、険しい顔するじゃないですか。大丈夫かなって。あ、まあ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 、じゃあ、最後にあの締めようと思ったことがあって、これは林家たい平さんの話なんですけど、あ、今の話ともちょっとつながるんだけど、あ、そうなんですか。ちょっと今回さっき矢野さんの話をしたけど、そういう、まあ、言葉が自分の中でもらっててすごく気持ちが楽になった部分があってね。年取るっていうのはなんかそういう意味じゃいいのかな、いろんな人のいろんな経験した人から、フラットに年代が同じぐらいでお話が聞けるからね。昔はおじさんに何か言われるとうるせえなこの親父と思ったけど、今そういうんじゃったら、ああなるほどという気持ちで聞けるようになると。でそうすると、まあなんとなく年代も似てるから、世代もね、なんかこうやってることというか、そのご自身がされようと思ってることのそのなんかね、気持ちがとてもよくわかる、素直に聞けるというかね、感じがとてもあって、で本当に試合の直前に収録があった、その翌日から指定練習日っ
ていう話だったんだけど、その時太平さんにちょっと聞いたの。太平さん、高座ね、上がる時に緊張とかするんですかって言ったら、俺はね毎回緊張してんのっつって。もう高座ってやっぱりお客さんをね、どうやったら楽しませられるかなと、笑わせられるかなって、勝負だしっつって、すごい緊張感持ってで行くんだけどって言って、ここからはね、俺がなぜその質問したかって、試合の時の心構えを聞きたいんだなと思ったから話してくれたのと思うんだけど、まあ僕たちはねって言っても、まあ俺なんかありがたいことに鳥なんかもやらせてもらえるようなことでね、鳥で出てバッと出てくるっていうと、最近本当幸せだなと思うんだって。別にその立場で入れる、そこに登場できるってことが素晴らしいことだから、それに感謝しながら俺やってるんだって言った時に、ああそうか、太平さんこれ俺に言ってるなと思って、ああ分かりました、僕もじゃあ試合はもう入れる立場があってよかったというふうに感謝しながらプレーしてきますって言ったので、そうしたらまあこう結果出たんでね。でもなんかそう思ってるといいことがいっぱいあった。だからそうだね、ラスの言う通り、その笑顔がやっぱないからね、余裕がないから、だからそのこともちょっと立場をこうね、今一次予選で落ちた人もいるし、ね、そういう人に、からしたら羨ましいと思われる立場なんだから楽しんでやりましょうというちょっと思いました。あ、いい言葉です。そうだね、だもう本当に、だから新宝塚もそういう気持ちで、はい、ちょっとした強気を持ちながら、いやちょっとじゃないです、めっちゃ強気、ちょっとじゃなきゃダメ、もう強気すぎるとねもうポカするからね、ちょっとでちょっとまあいいですけど、まあそれにちょっとないんだよね、やってみたいと思います。もう最後に、はい、キュービさんから新宝塚に向けての意気込みを聞かせていただける。はい、はい、ありがとうございます。本当に一次予選二次予選とすごいたくさんの方からコメントなんかもいただきましてね、最近ないぐらい二次予選通過しましたって言われたら、もうコメントなんかもいただいてありがとうございました。そのままですね、新宝塚の方まで、応援をしていただけると本当に嬉しいなと思ってます。多分ですけどギャラリー入れるはずなんで、もし新宝塚お近くの方は、顔でも見に来てください。さっきのダースが言ってたそのこわばった笑顔が見れると思いますのでぜひ、まあ、頑張っていきます。応援よろしくお願いします。じゃあ今日は、朝早かったですけど、はい、はい、試合後でしたが、はい、お疲れだと思いますが、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。